ということで、49回目を迎えた野音の会ということでパークラブです。さて、これからはですね、40回超えたあたりから出てきた次のとっておくじゃないですけど、下読みコーナー、で、40回過ぎからちょっとですね、思いつきっぽく始まった下読みコーナーという下読みさんって人が、なんかいます。なかなかこの毎月毎月この時間っていうのが苦しいんですけど、まあ、あの昔のような雰囲気を、あ、マイク欲しい、いいの、あ、皆さん こんにちは、下恵美です。今日はなんか本当とっても天気が良くて気持ちよくて、ちょっとここのとこずっとパークライブ天気悪くて雨の中とかもう大変だったんですけど、今日はもう青空とでこの新緑が気持ちよくて、私は一年の中で今の時期が一番、このもう初夏って言っていいぐらいだと思うんですけど、この時期が一番好きです。で、あの4月からね、新生活とかがスタートして、やっぱりちょっと1ヶ月ぐらい経って疲れてくる頃にゴールデンウィークがあって、すごい心も体もゆっくりできるかなって思うんですけれども、ゴールデンウィークはどこ行ってもすごい混んでるじゃないです か、 だからそんな時はお家の近くのろ過公園に来て森林浴の中で深呼吸をして、パークライブで音楽を聴くっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけれども、明日は、5月5日で子どもの日なので、聖クラブの歌を歌いたいと思います。どうぞ聴いてください。1、2、3、はい。柱の傷はおととしの5月5日の背比べ、ちまき食べた紅さんが測ってくれた背の丈、昨日比べりゃ何のこと、やっと羽織の紐の丈。ありがとうございました。5月5日端午の節句、子供の日ですけれども、あの今歌にもあったように、子供の日はちまきを食べたり、さっきちょっと知り合いの方からちまきと柏餅いただいたんですけど、柏餅食べたり勝負のお風呂に入ったりしますけれども、あの柏の葉はなんかあの若葉が出るまでに古い葉が落ちないでずっとくっついているので、なんか子孫繁栄も込めてなんか食べるそうなんですけれども、子どもの その健やかな成長を祝う日ですけれども、なんか私も子育て真っ最中なんですけど、結構本当にその真っ最中の時はすごい大変で、あ、なんでこうなんだろうとか思うんですけれども、でも後でこうちょっと振り返ってみると、なんか懐かしいなって思えたりするので、まあ、ほんの十数年の間ですけれども、一生懸命愛情を込めて育てていきたいなと思います。はい。あと五月人形もすっかり忘れてて、子供が大きくなっちゃうとなんか忘れちゃって、1週間前に飾ったんですけれども、ひな人形はほらいつまでも出していると今期が遅れるとか言ってさっさと片付けますけれども、5月人形はそういうことがないので、私はなんか1ヶ月ぐらいずっと5月5日が過ぎても飾ったりしています。なんかこうお家が兜に守られてるなっていう感じがしています。はい。じゃあ、次は鯉のぼりの歌、皆さんご存知だと思うので一緒に歌いたいと思います。よろしくお願いします。1、2、3、はい。屋根より高い鯉のぼり、大きい孫はお父さん、小さいひごいは子供たち、面白そうに泳いでる。ありがとうございました。この後もパークライブ続きますし、暑かったらお茶も何杯でもお帰りできますので、でお子さん限定にチョコレートと飴プレゼントありますので、どうぞこの後も楽しんでいってください。ありがとうございました。